皆さんんただいまに第147回日照武器検定試験3級に関する回答速報会を開始いたします。えー、担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はいえー、ではですね、えー、本日実施されました第147回の3級本試験。 えー、こちらに関するですね回答速報ということでお時間おおむね30分程度になりますがあ頂戴いたしましてですね、えー、今回本試験に関する、まあ、状況等ですね、えー、少し私の方からあお話をさせていただくというところになります。で,ですで、ね、に私どものホームページ等でご確認いただいた方も多いかなとは思うんですが優勝こちら。 えー、今回の本試験に関するですね回答速報の方すでに、えー、開示の方をさせていただきましたあまあこれを見ていただくとですねあここミスっちゃったとかっていうのもね、まあ、少しあるかもしれないんですがあ現状ですね、まあ、私ども講師が3級本試験の問題解きましてね、えー、回答のすり合わせを行って 出させていただいたのが私どものこの回答速報になります。でこれはあくまでもレックが独自に出しているものでございますんで西尾さんの方がですね解錠されているものではございません。私どもの独自見解に基づく模範回答ということで作成をさせていただいているものになります。まあ、ただ回答内容に関してはですね、まあ、おそらく問題はないと思います。したがって、まあ、現状ですね えー、とりあえず暫定的に開示しましたとかそういうものではありません。えー、一応今回の3級の回答速報に関してはもう基本的にこれでいきましょうというスタンスでございますんでまあおそらくはですが。 あの修正をするとかっていうことともないと思い思ますあのこっそりやってたりするかもしれないですけどねあのそれは基本的にないはずなんであこれで、まあ、今回模範解答ということで行かせていただくんですが一応ですね、まあ、例年毎回毎回そうなんですけどもあのー、本試験に関しまして、まあ、せっかく模範解答を出させていただくというところがありますんでね、えー、問題の状況を勘案したらですね 予想配点箇所というのも振らせていただいております。まあ、第1問はね、えー、誰が見たってっていうところはあるんですが、まあ、例えば今回の第2問商品有高調等を作りいただく内容になっておりました。記、ま、入、あ、枠それなりりにありますもん、ね、でこれに関しては、まあ、問題の質等を勘案するとおそらくこういったところが配点箇所になるんじゃないかなということを過去の試験の状況等をに基づいてですね これ私どももレッがが独自にに出しているもののなりますすあの西尾さんがですね実際に本試験の採点の段階で、えー、ご利用になる配点箇所というのはこれはあの開示が基本的にされておりませんので、えー、私どもはあ知る術がない。で知る術がないので問題の質を勘案するとおそらく過去の傾向等を見てもね こここううういいいったととろがこれぐらのの配点になななるかなという完全なうちの予想ですで完全な予想になるんであの皆さん方ですね、まあ、ご自分がお作りになられました答案と付き合わせをして、まあ、実際答案はもうないですけどね回答内容なんかでちょっと照らし合わせて、まあ、自己採点ベースこれぐらいかなとかっていうことをね確認される方もいらっしゃると思います。でその時にあくまでも配点は予想のものなので確定値なんかじゃ全然ないですから。 ここれは一つの参考とといいうことでえご活用いただきたい。だから今日の段階で例えばとりあえず自己採点やったら68点だったというような状況でもですよ実際の本試験の採点状況というのは違う可能性があるんでそうなればまあ蓋開けてみりゃ結果はね合格だよという連絡が来るっていうことも当然ありえるわけですからあ一応ね大体いいそうだな。 保険的な意味も含めてだけどプラマイ5点ぐらい、えー、自己採点結果にプラマイ5点ぐらいの幅を持っといてもらえるとまあおそらく大丈夫かなという気はします。私どもの方で出させていただいた模範回答の配点箇所とですね実際の採点結果がまあ20点も30点もずれちゃうなんてことは当然ございませんので繰り返しになりますけどこれあの今までの傾向を勘案してね。 えー、こういったところ合ってる方はこれぐらいの得点になってたよっていう過去のデータを基づいて予測をしておりますからあーそんなに大きくずれることはないとは思うんですけどだから一応プラマイ5点ぐらい幅を持って、えー、一つ目安として、ね、自己採点結果というのはご活用いただきたいな。 ます、えー、まずはね模範解答とご利用いただくにあたりましてはその前提でね、えー、捉えていただけるとありがたいかなと、まあ、思うんですけどもどうでしょうね今日の本試験、まあ、僕も問題は拝見させていただきましたし実際回答もさせていただきましたがまずあの これは僕の個人的な感想なんですけどもお、今回の3級の本試験に関してはですね、まあ、問題の内容としてはかなりこう落ち着いている問題なのかなというふうには思いました。で、その落ち着いているというのが、まあ、当然本試験ですからパートパートではね、少しひねりが入っていたりとか、ああ少し考えなきゃいけないよっていうような論点も含まれてはおります。で、含まれてはおりますが、ただそれはね。 やっぱり本試験だということを想定すれば特段ちょっとやりすぎじゃないのとかっていうふうに思うような論点ではないので逆に言うと今日の問題はねあのー、まあ少し考えなきゃいけないところも入れながらしっかりとね基本的な簿記産休受験のための学習をこなすことができてた方であるならば合格点数には十分達するよという問題だったと思うので。 僕はちょっとこれ個人的にはね今日の3級、えー、の問題はねいい問題なのかなねいうふうに僕思いましたあのー、ちょっと一時期ね3級もこれやりすぎじゃないのっていうのがだいぶあったんでまあ,あそれご承知ない方もいらっしゃるかもしれませんけどねちょっとどうなのかなっていう気が正直した時もあったけど今日の僕問題は本当にいい問題だったような気がしますよ 陰、えー、問題っていうのが、まあ、僕の中での話ですけどね変に図抜けで難しい論点出したってしょうがないしね、えー、かといって変に簡単すぎてもしょうがないので、えー、そういう意味で考えれば、まあ、本当にもうベーシックに、えー、3級の勉強をしっかりとやってこられた方々がこの本試験の問題に挑めば確実に70点を超える。で逆に言うととねやるべきことを い少し半端にしてしまったとかあちょっと勉強量足んなかったなっていう方にとってはちょっとまぐれで70いくっていうのは結構厳しいような気がするんだよね、えー、だからそういう意味では資格試験としての3級の問題という意味では僕は妥当なのかなというふうに思いましたねただやっぱりちょっと怖いのはね、えー、そういう問題っていうのは今言った通りまあパートパートだけどやっぱりこう応用的な論点が入ってたりするから 本試験の時ってどうしてもね。気持ちが舞い上がる時があるでしょ。皆さん方今日どうでした。あー、やっぱり3級ってね。あのそんなに資格試験慣れしてる人ってやたら多いわけではないと思うんですよ。おお、特に。まあ簿記会計系に関しては一般的にやっぱり3級が一番最初の試験だよ。というところもあるんで、ちょっとドキドキしながらね。試験会場行っていただいてで。まあドキドキしながら本当に問題を広げてですよ。 作業手続きを始められたたりしてると思ううんで、まあ、そういったね試験会場独特の雰囲気なんかにちょっと飲まれちゃうと少し応用的な論点に関しては、まあ、作文者の意図じゃないけどねあートラップにはまってしまって回答が合わないとかあそういったところはありえるのかなっていう気はしたんだけどもただまあそれをね、えー、なんとか、ね、自分の中で、えー、対応を取っていただいて、ね、一息ついてさ ふーってね深呼吸でもしてですよお、少し冷静さを取り戻して対応していただくことができればですよちゃんと3級に受かるための努力をしっかり続けてこられた方々であるならばあ、合格点数ここには達することができたような問題だったような気がするんですね、えー、だ、そういう意味ではちょっと繰り返しになりますけど僕は今回の3級の問題はまあ、落ち着いていていい問題なんじゃないかなという風うに個人的には思いました でまず各問についてね第一問以降各問について少し状況と、まあ、僕が思うところをお話しさせていただくとまずあの第一問の仕分けの問題に関しましてはですねある意味今回ちょっと古典的な論点が非常に多かったかなという気がしました。あというのもね、まあ、説問状況を見た時に、まあ、今回も5問一般的な形で出題がされているんだけども。 1>, 1番あたりの現金化不足とかはもしかしたらちょっと対応はやっぱやりづらいところはあったのかなね、てう気はするしちょっとした計算ミスという意味からすればですね、えー、5番目あたりのまあ有価証券なんかもちょっとね計算ミスがもしかしたら出たかもしれないけどもただそこら辺だけちょっと注意をしていただくことができればですよ2番3番4番あたりの設問っていうのはある意味 典型的かつ古典的なっていうのかな、あ本当に簿記の基本的な処理論を要求している問題と言えると思うので、僕そういう意味ではこれいい問題だったと思いますよ。で、ね、もっと言っちゃうと一番目当たりに出ております現金過不足に関するこの問題なんかは、あの昔からね本試験なんかで出題されてる過去問ベースの問題なんですよ。ですからあー一般的にまあ受験対策としてね過去問なんかの回答してみようとか。 あーそれに向けてですね各予備校の問題なんかお解きいただいている方々にとってみればどの問題をとってみても比較的対応がしやすい論点が多い何か見たことあるなとか何かやったことあるなとかあそういう問題だったと思います。でこれは変にパターン化されるものでは当然ないんだけどもおやっぱりねあの繰り返して申し訳ないけども3級受験のために しっかりと努力を積んでこられた方々であればああこの問題こういうふうに解くんだったもんな、ね、過去の学習経験というのがそのまま答案用紙に反映できたような問題だったと思うのでまあ一般的に第一問の仕分けの問題はね5つ設問あるうちの3つは確実に拾いましょうよなんていうのはよく言われる話です。でその前提からすれば三問四しという点で言えば、まあ、おそらく234たりはですね比較的対応はしやすいと思う。 まあ中にあの4番目あたりのねあのみこしくりの再振り替えとか嫌いな方多いんで、まあ、もしかしたらちょっとそれよりは5番目の有価証券のやりやすかったとかっていうのはあるかもしれないけどもまあ3問指示という前提からすれば今回の第1問はもう十分それは達成できる論点だったと思うのでまあそういう意味ではね、まあ、一番最初に第1問の仕分けの問題から手を出す方って多いと思うんだけども、まあ、そういう方にとってみればここでちょっと一息つくことはできたのかな。 ああ、いう気はするんですよ。まあ、工藤だけど、ちょっと厄介な第一問とかもあります。カブスロンがなんかちょっと処理しにくいなとかっていうところはあるかもしれないけども。まあ、それでもね、えー、それ以外の問題なんかについては、比較的手が動いたっていうところあると思うんで。まあ、そこでね、少し落ち着くことができたんじゃないかなっていう気はします。で、逆に言うとね、あのー、今回の第一問とかは、あのー、やっぱりね。そうだな。 もう極端な言い方すれば満点を狙っていい問題だったと思うからもしねこの問題なんかでちょっと後藤を出しちゃったとかねえこの論点分かんなかったなとかっていうところが出てくればそれはねやはりしっかりと対策を今後取っていかなきゃいけない論点なんだというふうに思っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。ですかからまあこれはねえ少ししし見直し題材なんかとしても お僕は使えるものだとは思いますんでね、えー、しっかりチェックをしていただくといいんじゃないかなというふうに思いましたよ。で、さらに第2問の商品有高調の問題、これも僕いい問題だと思いますよ。いい問題っていうかですね、まあ、商品有高調を通じた在庫管理っていうのは、まどこだどこまでいったら商業簿記の世界で必要な話、知識として知らなきゃいけない。 こういったものはまず産休でしっかりとその論点出しとこうっていうのは僕は問題のススタンスととしして非常に望ましいと思いまいい思すでこの商品有高長の問題自体はですねやはりもうこれもさっきの話に通じるんですけど過去問等ですね産休の本試験を受けるための準備をしっかり、えー、積んでこられた方々であれば見たことありますよねこれね。資料の出し方一つ取ってもして取ってしてもですね これはもう昔からある典型的な資料の書き方ですからある意味問題の形としては古典なんです。で古典なんだけどもただまずねある意味簿記会計に関する学習の入門と位置づけられる産休の時点ではいやっぱりちゃんと問わなきゃいけない論点だと思う。だって当然ね今なんかもうボスだって何だっていいものありますから手書きの商品有田課長で在庫管理をやらない会社もあるでしょう。 実際にやるとかやらないとかの問題じゃなくて簿記の検定試験の合格者たるもの実務上やらないのはいいんですがやれないのはダメじゃないですか。でしょだからこういう考え方で在庫管理ってのが進んでるんだってことは知らなきゃダメですよ。ねあパソコンなの何だので勝手にやってくれるからそれでいいんだっていうのはそれは合格者としては違うはずで。もっと言ってしまうとそれは経理マンではない。 ですか。少なくとも経理マンの基礎的素養を認定しようとする。3級の合格者では絶対ないですか？あだからこういったところをしっかり出して、古典の問題ではあるんだけどもね。基本だからこそ、しっかりその過程が終えるような努力をしてきた人たちには点数をつけましょうという問題だと思うので、僕はこれいい問題だと思いますね。だから今日ね。第2問しっかりと対応することできた。 売上値引きに関するデータなんかもあったからちょっと引っかかりがちになったけどもちゃんと有高を作れましたよとかああそういう形でね対応これ取れた方はちゃんとこの論点に関してはやるべきこと言い方があれば3級の合格者として身につける知識をちゃんと固めることができたんだという一つの証ですからそういう判断指針にもなる問題だと僕は思いますだからいい問題だと思いますよね、えー、だってこういう話っていうのはねまあ、余談ですけど僕個人的にはレックでね 税理士の事業と日商に関しては一級担当してるんで。こういうのはね、あの、やっぱ三級の段階でちゃんとやれるようになってほしい。で、こういったところが、やっぱ上っ面になってると、だんだん上行った時に、やっぱり歪みが出てくるんですよ。おお、結局、すか、土台が弱い人って上積みはできないですから。ああ、そういう意味でもね、しっかりとこういった在庫管理に関する考え方なんかを。有高長の作成を通じて、抑えておくと、それを試験の問題で出すと。 いいいううのは僕は僕いい論点だと思うねえー、別にあ,あ見たことあるような問題だったからできたんだ違う違う違うそういうことじゃないちゃんと3級でい身につけるべき知識が身についたんだこう思えばいいでちょっと計算ミスが出ちゃったなとかっていうことであるならばそこはねちゃんとチェックをしてさねっ え見直しをやっていただいてああこうすればよかったんだという確認をしておいていただければねちゃんと補正は効くんだからさねえー、そこはぜひやっていただくといいと思いますよ。で第3問の資産表作成まあこれは相も変わらずですけどまず資産表だからねあのしっかり残高資産表を作るっていうのは注意しなきゃいけないんですが結構この問題ねパッと目立つ論点で うーんって考えるようなところがちょっとあったけどただ全体としてはやっぱり解きやすくはしてくれてるのかなっていう気はする。というのもまあ資料の構成から見てですね現金の増減はこうなのよとか普通預金はこうなのよっていうセクションになってるからもうこういう資料の与え方してくるってことは基本的にダブりがある。これを疑わなきゃいけない問題でしょただ本文に関しては今回問題を作りになった先生がね冒頭のところで重複はもうあるよと。 ダブりはあるよとでなおかつダブってのこれですからって指定してくれてるんですねってことは実際引きは、ね、自分でその重複の判定をしなくていいって問題ですから一つそこの作業は省いてくれてるんですまあこれは僕今後の問題の出し方としては一つありなんじゃないかなとは思う今までねこの重複の問題っていうのは自分でどこがダブってるかっていうのを読み取ってさで処理を進めなきゃいけない 話にになるから一つの考え方にすればよしっかり資料を収集して必要なデータを統合して回答要求項目を作り上げるっていうこれも一つの能力ですただまあそれを純粋な意味での会計の能力と呼ぶかっていったらそこはちょっと微妙な感じもするからさ純粋な会計能力を問いましょうというまあ産の観点からすれば重複があるんだよっていう明示をするっていうのはもう僕は一つの出し方としてありなのかなと。だってそれはどっちかっていうと簿記というよりは日本語の問題ですからね。 国語の問題になっちゃうんで土台としてだからそういう形でねチョークデータはありますよ言っといた上で、ね、そこが明示された上でじゃあ資産表を作るためにはどのようにデータの示唆選択をするべきなのかどのようにデー,タデータ収集をするべきなのか、ね、それは簿記の話ですからそこにピンポイントを当てたような問題の形になってるっていうのは僕はいい問題だったような気がします。 変にに簡単にしたととといいいうことではないと思いますよ純粋に簿記の部分に、えー、スポット当てて問題が作られてるんじゃないかなっていう気はした。ね、でその中でも具体的な処理論として、まあ、ちょっと考えちゃうのが目立つ部分でいうと IC カードとかなのかな、まあ、これ皆さん大丈夫だったかね、えー、資料の中の「括弧一1番」「現金に関する事項を見た時に IC カードやチャージってありますけどねこれチャージは基本的にですかあの IC カードとかパスモとかあと何なのあれちょっと <laughs> パスモとかスイカとかかあの名古屋辺りだと ICOCA とかになんのかねちょっと名前がいろいろあるから分かんなくなっちゃうんだけどまあそういうのあるじゃないですかそこら辺にお金入れたとで入れた段階ではこれ基本的に仮払い金なんですよ。ね、で、えー、あれらは実際に電車乗った時使った段階で交通費になったりでパスもなんか使ってあの文房具なんか買えば消耗品費になったり。 いう話ですから、使った段階で費用に転嫁しますんで、チャージの段階ではとりあえず仮払い金。ね、まあ、そこら辺をしっかりと、まず捉えておいていただく。考えていただいて、対応しなきゃいけないよっていうのはありました。で、それと、あと意外と、これ見落としがちなのがね。現金に関する事項の中で、商品発送費、かっ顧客負担の支払いってある。で、これどうすんだ。いうところが、まあ、いろいろ考えちゃったところもあるかもしれないんだけど。まあ、根本的にお客さん負担の。 ね、発送運賃、まあ、これを払ったよって話ですから原理原則に言えば建て替え金勘定で処理をするべき対象なんですが、まあ、本門回答用紙の兼ね合いからそれは使えないんでねないからね。ってことはもう自動的にこれは売り書きに含めるしかないよという解釈になるはずですからこれ意外とね意外と読み取りがねえ 少し考えちゃううかなっていう気もするただやっぱりね回答用紙という一つの大きなヒントがあったんでそこら辺見ていただければそれも問題なかったのかなっていう気はするんだけどもまあそうだねそれぐらいはちょっと注意をしてもらわなきゃいけないかなとは思うんですが逆に言うとそれ以外はそんなに大きな論点もないような気がするんだよね。だから今回のこのこ問題も しっかりとそれ以外のねベーシックな処理論を仕分けをやってで適切に残高集計を行うことができればまあ70%以上の得点というところは十分に可能だった問題のような気がしますよ。ね、でこれも変に簡単ということではない。変に簡単ということではなくて、まあ、本来産休が持つべき一般的な内容だと僕は思うんで。 ま、そういう意味ではいい問題なのかなあ。落ち着いてるいい問題だったような気がします。で、図向けて量が多いわけでもないしね。じっくり問題文読んで、しっかり集計をやってって回答を起こすことができたっていう問題だと思うので、まあまあこれはいい問題だと思いますね。で、今回多分あえて言えばですけど、本試験の問題の中で一番ちょっと考えちゃうのかな。っていうか、おそらく多くの受験生さんが嫌いなのが第4問感情記入なんだよね。 でどうしてもこの感情記入っね嫌いな方多いんでまあなかなか全部が全部っていうところはないのかなっていう気はするんだけどねただまあ皆さん感情記入に関してはもともと点数が今回10点の第4問ですからでしょまあ正直言ってこれがちょっと分かんないなとか全部埋まんないなってあってもそこはもう切り替えが必要でしたね。 えー、もうちょっと本当に極端な言い方してみまし第4問って別にやんなくたって合格化できますんでねだからやっぱり過去の本試験の傾向からしても第第2問第4問問4あたりはちょっっとこう考えななきゃいけないいけけ題題を出されるっていうことが結構多いわけですよで今回であればこの感情記入なんかやっぱりね少し受験生さんが苦手とする論点でもあるんで、ね、やっぱり中には全くちょっと感情は嫌だっていう人もいるから、まあ、そういったところをでっかい問題で作ってるわけじゃないんでね。 まあここら辺はあーパートパートで拾うだけでも良かったのかなという気はするんだけどもまあ今日の第4問に関しては冷静になっちゃえばってこれも言えますけどね少しトラップがあったんで注意はしなきゃいけないかな。まあ産の問題としては少しねええー、珍しい出し方なのかもしれないけど与えられてた初取引のうち7月26日ねこれ土地の購入に伴う手数料の支払いやってますがあの当然ね土地を買うために 不動産屋さんに払った手数料ってのはこれ取得原価を構成する付随費用ですんでえ簡単な話不動産屋に払った手数料は借り方支払手数料じゃなくて借り方土地ですよこれ。そうだよねまあここは多分7月26日の話だけが例えば第1問とかに出てれば何の問題もなくパッてやるんだけどさ受験生さんの立場からするとね支払手数料かけって言われてる問題だからそこでこれが出てくると。 えでもこれ土地の取得原価だから支払い手数料関係ないよなとか思いながらもちょっとやっぱ心配だよね。で、ね、ちょっと心配だなと、まあ、思ってもですね結局その他の取引なんかを考えると支払い手数料勘定回答枠の借り方側にね枠2つしかないんですよ。でこの7月26日の話を書こうとすると3つになっちゃうから枠足んなくなるでしょあもうじゃあそれはダミーだなというのがそこで確定するんで。 まあ,あその段階でね自信を持ってその他の項目を書けばいいんだよっていう判断ができればよかったのかもしれないけどただまあちょ,ちょっとやっぱり答案作る時は不安だよね。っていうのは、まあ、受験生さんとしては不安。ねえー、この資料は今回の回答作成中いらんのだ。 いいう判断をするるっっっていうのはちょっとやっぱ勇気がいるんであのちょっとそういう意味では厳しかったかもしれないけどただまあそこの部分の後藤が出てもね例えば前払い手数料を使った栗延栗延の手続きには結,結局これ関係ないですから、まあ、そっちだけでもちゃんとできればパートパートで点数は取れたんじゃないのっていう話にもなるしねっ、まあ、そういう意味では僕これ第4問はね決してダメな問題じゃないと思いますよ。僕むしろいい問題だと思う ね、ちゃんと基本的な処理概要を持って自信を持って答案用紙を書いてくださいよという話ですから,からここら辺はやっぱりねうる覚えというかなあの処理理に関すする理解がそここままでで進んでない人は多分これ結構悩みますよ、ね、もう根本的に悩むと思うどう書くかっていう前提で捉えると思うんででもそうじゃないよとそもそもこれは本来書かなくていいはずなんだけどそんなの試験出んのかなっていうやっぱり不安がある。 状況まで持ってってもらってれば勉強はある程度進んでる証だと思うんだけどねまあちょっとそこは考えてしまったかもしれないけどでも僕問題としてこれはいいもんだと思います。ね。だちゃんとこういったところの対応ができましたっていう方はやっぱり勉強がちゃんと進んでる証と言えるんだろうね。で最後の第5問も僕はそういう処理だと思うよ。あのこれもね今回やっていただく処理論は図抜けで難しいものがやっぱりないです。 えー、過去の本試験見ても、まあ、一般的に対応できるでしょうと思えるような論点が多い。でどうしたってあみこしとか栗延たりの話はですね計算ミスも出やすいし苦手な方も多い論点ではあるんで多少のミスは出てしまうかもしれないけども、まあくまでも本試験の合格ラインっていうのは7割得点ですからその前提から考えればですよ今日はね第2問なんかがベーシックな問題で点数取りやすかったり第1問も比較的対応しやすかったり。 してるんでですかあ他の問題である程度点数を取れるということを考えればもう第5問は十分7割ねが狙いがでできれればそれでよかったはずなんだよねあだからそういう点からすると私今回の試験に関してはこれ全般的に僕はいい問題のような気がしますね。で合格率も、まあ、図抜けて高くなることは多分ないような気がするんだけどもうんそうだなまあ一般的な数字。 30後半ぐらいななのかなまあでも皆さんもっと頑張ってくれてね40%とか50%とか言っていただくと非常に嬉しいけどねまあどんなに悪くったって多分30後半あーまあ40%いくかな40%は超えてくるかなっていう気もするけどそれぐらいは行きそうな気はする。ねただ数字だけで言えばそれなりに高い数字は出るのかなとは思うけど僕は個人的にねただね 簡単でではないんですよもしかしたら思ったほど伸びないかなっていう気持ちもどっかにある。ね、で先ほど来ちょっとお話しさせていただく過程でね、まあ、第1問とか第2問とかお話しする過程で少しこういう前提で見直しをするといいんじゃないですかってお話をさせていただいたんだけどもこれはあ,のあくまでも一つのご提案なんですけどね、まあ、当然皆さん方資格というものを目指して勉強されてるわけですからねえ、まあ、今日本試験というね一つその努力を お答案にぶつける日を迎えたわけだけどもやっぱりね今日の日に備えて皆さん方これまで一生懸命勉強はされてきたわけでしょで試験が終わっちゃえば本試験の問題なんかもう見たくないしね三級終わっちゃえばもう僕の話はこれ以上やるつもりもないよという方もおいでになると思うんですで僕はそれはそれで一つだと思う一つだと思うんだけどだからこそって言ったらいいのかな今日の三級の問題は僕本当にいい問題だと思うんです。 えー、今日の問題をしっかり対応して合格点数まで高めとくっていうことがやっぱりね今の状況を考えれば簿記の3級合格者としての基礎的素養がちゃんと身についたんだという一つの証になると思う。だからこれまで皆さん一生懸命勉強されてきたんで試験が終終わわったらそれででりじゃないんですよ何のために資格を取ろうと考えたのかって言ったら3級の能力を身につけるためにやってるんでしょ、ね、でその延長線上に え例えばあ履歴書に書く資格が欲しいとかって話になってくる。で当然もう皆さん僕なんか言わなくったと分かりの通り今の世の中ですね資格取ったら終わりですって話じゃない。で簿記検定に関して言えばね当然のことながらあ取ったからって何か独占業務があるわけでも何でもないんでね。僕はこれだけ頑張って簿記の三級の知識を身につけてきたんですよってアピールの材料とするために三級の資格を取り履歴書を書くんですから。 だったらね今日せっかくこれだけいい問題なんでね産休の,の能力を認定するという意味では僕良問だと思うからあーちょっとミスっちゃったところとかやっぱりね今日すぐやれなんて言うつもりはないけどもちょっと見直しした方がいいよ。ね、だってもったいないじゃんこれまで一生懸命勉強したんだから。ね、で本試験の時にここで誤答が出ちゃったあこういう形だったかっていう確認を取るだけだって。 自分の中のの中知識というのがより固まるわけでしょでここから先はもしかしたらねもう全然簿記の勉強やらないよという方もいらっしゃるかもしれないけども少なくともさ今日問題終わったからもう終わりになっちゃったらやっぱりねせっかく固まりかけてる3級の基礎的素養というものがもうスッと抜けてって終わっちゃいますからそれをね本試験の経験なんかを通じてああここでこういうミスしてしまったのがあれだったのかなもうこうすればもっと点数伸ばせたなとか。 いう見直しになるそれは合格したとかしてないじゃないんですせっかくやったものなんだからどうしてそこ間違っちゃったのかなという見直しぐらいやっとくということは皆さんにとって決して無駄にならないはずこれまでやってきた努力をねより高めに持っていくためにもぜひ僕は本試験の問題見直しはしてほしいと思いますで、それをやっとけばさ、まあ、こっから後母規の勉強全然やんなくなったってえ自分の中に培った知識が抜けるスピードが遅くなりますよ絶対 でしょだからそれはせっかくこれまで努力したものを自分の中に残すという意味でもプラスになる話ですからねだからそういったところはちょっとやった方,の方が僕いいと思うよ。ね。まあ今日はいいっす。ね。えー、朝今日寒かったもんね。すごい寒かった。あーもう僕なんかもう外歩くの嫌になっちゃうぐらいもう寒かったけども <laughs> しょうがない本ちるなら来ないわけにはいかない。まあでも来たんだけど寒かったもんね。でその寒い中さ朝早くからさ日曜日ね、えー、来てくれたんだから。 ね、せっかくそういう努力をしてるんだからさ最後それぐらいやった方のがいいよもったいないからね、えー。いうところです。だからこれまでもう皆さん一生懸命ね頑張ってもらったと思うんでとりあえず今日から23時ぐらい、えー、は、まあ、ゆっくりしてもらえればいいと思うんだけども、ねえー、その後に少しそういう意味で少し今日の本試験の問題見直しなんかしてもらえると違ってくると思うよ。 ね、でその上でねちょっと最後1点ご案内なんですがあのもう時間がないんで言ってくれっちゅうって言いますけどあのこれねうちのレックのですね各本校ねあの、まあ、各本校所在地なんかウェブとかでも確認していただけるんですけどもう時間がないんでね11月25日と1 2月 2, 月,じゃ12月2日と12月3日。 まあ日程がちょっと3日に分かれるんですがああ母規検定等に関するでする、ね、小学生試験をやりますでこれ何やるかっていうとね例えば今ご覧いただいている3級受験の方々せっかく3級勉強したからもう一個上、ね、2級をちょっと目指してみようっていう方も中にはいらっしゃると思うんです。でせっかくね3級勉強していただいたんだからもう一つ上を目指そうよっていうふうに考えている方々にいったんですねこの小学生試験というのをうちやってみようと。 ということで今回やります、ね、でこれね3級の受験生さんには3級前提の過去問等をベースとした問題をやってもらうもう問題解きたくないっていう人もいるかもしれないけど本試験ほど量多くないです、えー、問題やってもらいますちょちょちょっと難しいとこもあるけどねでその得点状況によって一定の割引率をを付ししたチケットを渡しますでその上で2級の語学習を始めいただくにあたってね うちを選んでいただくときには、その割引チケットを渡してありますから、そのチケットを使っていただくと、まあ得点状況に応じて割引率がでっかくなると。ね。まあだいたいこんなのさあの100点取ったら100%割引って書いてありますから。もうこれはね。あの皆さん勘の良くない方でもお気づきだと思うんですけど、100点は出ないんです。なかなか難しいから。 ね、そはそうですよだってみんながみんな100点取ったらうちの会社潰れちゃうからね、えー、僕の給料も出なくなっちゃうんでそれは困るんでねあの100点はなかなか出ないですよどんな簡単な問題だって。ね、で100点はなかなか出ないけどまあでもね3級しっかり勉強をやっていただいた方々の基礎的操業を使えばですよそれなりに点数は取れるような問題には当然してあるからもしね2級なんかのご学習をお考えの方々は。 まあどうせ同じ学費払うんだったら安い方のがいいじゃない同じものを受けてねですか学費がおい高いので安いのどっちがいいですかって安い方がいいでしょうからまあうちで受けなきゃダメだってことじゃないです。この小学生試験はあくまでもチケットを差し上げるだけなんでねチケットを差し上げてまあ無期限ではないんですけどもその上でね 議級をどこでどうやって勉強しようかなって考えた時の一つの選択肢としてああこういう割引があるんだったらここ選ぼうかなとかっていうふうにご選択いただくこともできますよっていうものなんで、まあ、うちの営業がですねあのこれを言ってくれとおーいう話でございますんで私言わないと怒られるんで、えー、ご案内しましたでこれねあの申し訳ないけど各本校でしかやってませんで一応日本全国レックではあやります、ね、ただね日程がちょっといろいろ決まっちゃってるんですよ 日日だだけけやややるるる学学学校校校ももももあああれればばどっちもやる学校もあるでそこら辺については Web の方等で開示をしますし詳細よくお分かりにならない方はお電話等でご確認いただくこともできますんでねもうちょっと本当に間もないんでねこういったイベントをやりますからあーまあ少しこんなものを受けていただいてですよで前向きにねランクアップっていうのを考えてもらえるといいかなということで、えー、やってみようということでございます。 まあ、ちなみに僕は最初言った通りね、僕はあのレックではあの税理士の会計科目と、あと日照簿記は1級を担当してます。あだから皆さん、産級の受験生さん、ね、えー、こんなのが授業やってますから、あもし興味があればね、えー、ランクアップしてっていただいてですね、僕のところに来ていただけると非常に嬉しいなと。で、簿記ね、上やればやるほど面白いよ。本当かかやっと思うかもしれないですけど、まあ僕は面白かった。 ね、で多分世の中にってくるんだよね3級よりは2級の方の方が世の中の流れに合致するし2級よりは全然1級の方の方がやっぱり世の中の流れに合致するしねで上に行けば行くほど会計って結構面白くなってくるところ多分あると思うんでまあ少し前向きにね考えてもらえると嬉しいなということでご案内です。ね、ちょっと最後は、えーえーえー、告知になっちゃって申し訳なかったんですが。 まあ何にしてもねこの本試験に向けて皆さん方今日まで頑張ってこられたと思います。まあ本当に今日寒かったしねあの寒い時期でもあるから体調崩しやすい時期にちょっと無理して勉強されたりすると思うんでね、あのー、今日とか明日ぐらいまでは、まあ、明日学校あったり会社あったりっていう形かもしれないけどちょっとまあ皆さんあの少しね息抜きをしてさあ今日なんかもう疲れたと思うんでね、まあ、遊び行ってもいいんだけどなるべく早めにね体休めるようにしてもらってさ。 ね、で23日したらああ今日の本試験の問題を一回見直してでその上でせっかくここまでやったんだからっていうことを前向きに考えてもらえると、まあ、非常に僕は嬉しいなというふうに思います。まあ、何してもねとりあえず今日で3級の試験一つ目標とする試験を終えることができたんでね、まあ、皆さんいろいろご感想はあると思うこうすればよかったああすればよかったっていうふうに今後悔されている方もいらっしゃるでしょうしうまくいったなというふうに思われている方もいらっしゃると思う。 ね、それはそれで,ですかあ反省すべきはして自制すべきはすればいいんだけども何にしたってここまで頑張ったのは間違いないんだからさあとりあえず、ね、23日ぐらいちょっとゆっくりして、ね、とりあえずご自分でですよ、ねえー、頑張ったことを、ね、自分で自分を褒めてあげるっていうんですかあよく言われる話ですが、まあ、それをやっていただくといいと思いますよあとは、まあ、僕が授業やってる学校に来てくれればです、ね、褒めてくれっていや褒めてあげますから。 ね別にそんなのは何のメリットもないでしょうがねあの多分褒めますね <laughs> 褒めてくれって言われたから来たのにあいつ褒めねえとかっつって言われてもあれですけどあのよっぽど急いでなければ褒めますねシャ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 っつってですねあの褒めてあげますから <laughs> まあまあそんなのは何のメリットもないですけどあのー、まあ皆さんでも本当にね、えー、体しっかり休めてさだいぶ疲れ溜まってるはずだからね、えー、ここはリフレッシュしていただくといいと思います。あ以上で 本日の回答速報講義は終了となります皆さんどうもお疲れ様でございました